8月12日、シャコタン沖。ヨーブリー。いや、違うべ。来てるわ。シャコタン半島の先端部を占め、カムイ岬など断崖絶壁の海岸は、ニセコシャコタン小樽海岸国定公園の一角をなし、北海道で唯一の海域公園に指定されているここシャコタン町が今回我々の舞台となる。2019年8月12日午後5時、半島の先端に位置し、今回のスタート地点となる日塚漁港に訪れた。ジグを操り魚を誘うジギング。今回そのターゲットとなるのはブリ、夜ブリだ。日本の近海に広く分布する身近で美味しい魚だ。大型になると10キロクラスが釣れ、その興奮はブリの引きも相まって釣り人たちを魅了してやまないのだ。今回お世話になるのは第58妙見丸。シャコタンの海を知り尽くした船長がポイントまで案内してくれるのだ。準備を終え、早速出航する。果たしてどんな釣りになるのか。400グラムという重たいジグをベタ床で誘いをかけるヨーヨー釣りである。過酷な戦いだ。その時は突然来た。来ました。あら、頑張れよ。竿を先入れ、まず。絡まってんじゃない、それ。下下がって。お互い入ってるかもしれないな。一瞬にして船上はお祭り状態だ。いや、来るとき一気に来るね。来るとき一気に来る。いや、反応で切ってるからね。うん。それ走り方見てるとさ、なんかマグロだよ。マグロ？随分斜めに走ってるな。こんな斜めに走るかな。さっきあれかな、緩めたから一回違う走ったのかな。リーダー来るの分かるでしょ。あの色つけてね、リーダー。リーダー来たら教えてね。はい。まだまだだな。それね、絡んだからさ、伸ばしてもらってるからね、相当出たもんだわ、それ。もうちょいだぞ、それ。あと20ぐらいだぞ。頑張れよ。でっけえ、何あれ、でかいよ、何あれ。ちょっと待って、あれ何釣れがかりかもしんないな。光ってますね。あ、ブリで、ブリで。フリーぜ、フリー。おーい、やったでしょ。さあ、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 こっち見て。
おい、全体に餌となるイカが多いのか、自分にもイカがかかってきます。イカゲットしました。じゃあかわいそうに痛いだろう。どこまでも続く海、そこには夢がある。突然始まる出来事、忘れられない瞬間と感覚、いつか夢見た光景を目の当たりにするためにいつでもブリ気分。